ガッテン令和組。先に本日のお題を。おい梅さん、本日の極み堂、大阪は鶴橋に行って日本で味わえる韓国の魅力をリポートせよ。暑い夏ならではのおすすめ、お待ちしておりますぞ。じゃあここはどこでしょうか。コリアンタウンにやってきました。大阪の鶴橋です。今回は食べ歩きで美味しい韓国グルメをご紹介。今日はメイクの瀬尾さんとやってきましたよ。鶴橋に全く詳しくない関西人が行く自由すぎる食べ歩きツアー。ガッテン、ガッテン令和組。写真ちゃうか、カメラかぶってるなって。え、あ、ほんまや。鶴橋のコリアンタウンは来たことありますか？初めて。初めて？ここがコリアンタウン全てなんかと思ってたけど、こんなお店いっぱいあるの初めて見た。でもパックとかがすごい、見て、1枚50円って。やばい。でもまだ安いとこある。うん。で、メディヒールはこんな色って知ってた？知らん、それ知らん。え、それな、ティーツリー使ってるけどな。あ、ちょっとすっきり系や。トッポギを買います。で、これこの台ってどれぐらいですか？お母さん。はい。お母さん、こうにしときます。はい、レンちゃんは？ところで、トッポギって何か知ってる？餅やんな。韓国餅ですか？韓国餅は違いますね。こっちに作ってますね。へー、ここのこと。日本人ですか？日本人です。いくらでしょうか？はい、200円です。あ、この量で200円。はい、安い、安い。いただきます。はい、食べてみて。いただきます。うん、スーパーで買うやつと違う。全然辛くないね。すごい。これでもチーズ。本当？チーズの味する。美味しい。せんかったし。この赤ってなんなんやろ。知らん。かっこいい。 YouTube で見られますか？ YouTube？ YouTube 見られますか？見られますか？歌ってる動画ありますか？あ、そう、お、あります。ありますか？足が熱いな。熱いです。はい、鳥川さんでした。鳥川さん、鳥川さん、鳥川、鳥川さん。なんかこれから駆け出しのアイドル的な。鳥川さんでした。ライブここでよくしてるんだって。先生、それ首焼けるわ。何やでもいいですよ。ここ中のめっちゃ見てる。ラズベリーください。めっちゃ怖いのにした。トゥンカロンですよ。トゥンカロン、トゥンカロン絶対知らんかったよ。知ってた。若者はトゥンカロンですよね。今回はちょっとずつ進化していくね。ココマカロンさんで買ったグレープフルーツピンクレモネード。なんかこういう可愛いのとかあるの、マウスなったよね。可愛い。可愛い。ね、溶けないんやね。うん、人生初いただき。いただきます。冷たい。あ、そうなの。うん。あ、冷たいんや。冷たい。え、アイスとかではない。うん。アイスではないんですけど。中のクリームが効いてて美味しい。いいな。結構がっつりよ。あ、嬉しい。念願のトゥンカロン。美味しい。うまみ食品だって。全国宅配いたします。今ここにしか目がいかない。炭焼き、炭焼き、わー、炭焼きいいね。ヤンニョムケジャン、あ、ケジャンも売ってる。水キムチいいよね。これが韓国おでん。炭火焼肉買いました。絶対美味しい。美味しい。え、でもさ、これに白飯だけでいくらでもいける。いけるな。うん、さっきの甘さを。あ、ちょうどいい。わかるわかる。あのトゥンカロン。もう言えてへんわ。
もう油っぽいの。美味しそう。生鮮だって。引き出しあげるわ。え、こんなイライロ。お先です。結構量あるよ。噛み切られへんねんけど。